伊集院光る43歳。今週、いや今日、心に刻む、必ず、覚えておくべきこと。45リットルのゴミ袋を忘れずに買って帰れ。月曜ジャンク、伊集院光る深夜のバカ力。これはね、もはや病気の域ですよ。火曜日か。この番組終わって、これでポッドキャスト撮って家帰ったら、まあ家が散らかってることに、まあ、気づいたっていうか、もう目をそらしきれない状態だから、片付けようと思って。そしたら、45リットルのゴミ袋がもうないわけですよ。ね。で、もうその、俺は片付ける気満々だけど、45リットルのゴミ袋がなかったら、それはもうどうしようもないよと。ね。片付けるったってどう片付けんのよと。だって45リットルのゴミ袋がないんだから。最終的に45リットルのゴミ袋さえあれば、ね、どうにもなんで、俺は悪くない。俺はもう綺麗好き。だけど、そういう状況だから、まあ寝ようと。で、寝て、ほんで火曜日仕事して夜帰りに、そうだ、コンビニ行って45リットルのゴミ袋買わなきゃと思って、コンビニ入ったわけ。だからその番組でさ、冷凍食品の特集とかやってで、何の気なしにちょっと冷凍食品の売り場とか行くじゃん。で、しみじみ思うわけよ。人類はさ、いろいろ努力してこう、テクノロジーを手に入れてね、より便利でより素晴らしい世の中を手に入れたかのごとく思うけれども、何らかのしっぺ返しを受けるケースがあるだろうと。ね。それはその電力事情しかるに。インターネットとかもあんなに便利になったけれども、犯罪の温床だったりとか、いや、そもそも人類ってそういうものでさ、海を渡って貿易みたいことを始めた。で、それで世の中発展するけれども、本来そこを渡ってくるはずもなかったような伝染病みたいなものがね、その、全大陸に蔓延したり、そんな中、冷凍のチャーハンだけは、なぜこんな右肩上がりで、粛々と進歩を続けてるのだろうっていう。あのさ、冷凍チャーハンって気づいたらびっくりするがレベル上がってるよね。あのね、なんつんだろう、昔お店のチャーハンってさ、パラッとしてて、パラッとしてるんだけど、お袋の作るチャーハンってべちょっとしてたじゃん。それで冷凍チャーハンは変な話、うちの冷凍環境の悪さもあんのかもしれないけど、うちはもうマンモスの隣、マンモスチャーハン、マンモスでやってたせいもあるかもしれないけどね、冷蔵庫がなかったから、うちの裏の洞窟ずーっと行くと、多分海底で当時ソビエトの国境は越えてたんだと思うんだけど、そこでそのマンモスが凍ってとかか、その真ん中にチャーハン置いてたんだけど、それがのせいもあるかもしれないけど、それ、お袋の作る家のチャーハンよりも変だし、べっちょりしてたし、あとなんかこう、卵とは名ばかりの、卵とは言ってるけど、これ卵じゃねえだろうみたいな。あとなんか中に入ってる肉とかも、何の肉かわかんないやつ。いわゆる肉入りチャーハンって書いてあるね、その冷凍食品には。何の肉か言えないみたいな感じの、もうなんか、ドライ肉みたいな感じじゃん、なんか。まあ俺なら未来肉ってなんか未来っぽい、宇宙食に入ってそうな、肉が入ってる。まあ、ダチャーハンだったわけですよ。それがいつの間にか最近のそのさ、冷凍のチャーハンってさ、下手したらだよ、その辺の普通の中華屋で食うより、全然うまいでしょ、なんか。袋の蓋とかも一切開けないままレンジぶち込んでくださいみたいなチャーハンさ、入れて、で、まあ、レンジ入れるのが一番早いんだけど、フライパンでやって、俺ちょっと胡椒を少し多めに入れるんです。多めに入れたやつを、レタス買ってきて、レタスで包んで食う。人類はここまで来たと思う。変な話。ね。俺たちの、まあ、その、チャーハン業界の皆さんの、一歩一歩、本当に失敗してはですよ。熱々のその失敗作のチャーハンをですよ。背広の背中から入れられて、ギャーね、
で今回ちょっと改良しましたと。例えばその冷凍する前の段階でこういうことをすると冷凍はできる水分は残らないっていうシステムを開発しました。食べてみたらもうパッサパサで、結果セミロの背中に今できた失敗のチャーハンをドザーって入れてうぎゃーっつって、で家帰ってね、もう浮かない顔して帰ると、一人娘とお母さん今日はどうしたのなんて、うん、美味しいチャーハンを作ってねなんて、お風呂にする、お風呂はいいなんつって、ね、そんなしてるわけで、次の日もですよね、その、企画発表会の、まあ、終盤ギャーですよ。もう結局そんなものがずっと続いた結果ここまで来てんだと。なんか俺はどこのメーカーのやつなんだな、あのチャーシューの入ってるコロコロチャーシュー入りみたいなやつなんだよ、そのチャーハンがまあうまいわけで、それにちょっと胡椒をきつめに入れて、これでそれをそのレタスもね、イナゴの大群が行った後なのかっていうぐらいうちから青物が消える、そのレタスを次々とレタス破いて、またその感じもさ、チャーハンをさ、そのサジで食う、サジで食うね、もうそのギリギリ猿の猿で、もう次の代から人間のやつと今代から人間ですってやつの差なんていうのは、チャーハンでレンゲ使うかどうかなんだもんな、基本的には大雑把に言えばレンゲ使う、あれかなり人間だけどレンゲを使えてないっていうことは、あれはまだあの原人みたいな原人みたいなやつで、こっからが人だっていう、なぜならばあいつはあのレンゲを使ってるからぐらいの差があるけど、もうそれを一旦戻ってもいい、もうそのあれがうまいんですよ、そのね、手のひら大にちぎったレタスで、フライパンからチャーハンをわしづかむ感じ、わかりますか、そのまま食う感じのやつ、いやもう戻ってますよ、何代かうがうがですよ、うがうが、火の使い方を忘れましたよ、せっかくチャーハン作るまでは覚えてたのにチャーハン作る段階ではまだガス代とかも覚えてたにもかかわらずですよ、まあ忘れましたけど、あれをさ、パリパリパリパラパリパラパリッとそのレタスがいって、パラッと口の中で弾けてですよ。ね。口の中でそのチャーハンがほぐれてですよ。そこにこの胡椒の辛さが一旦来るけど、それを残りのかなり多い分量でレタス使ってますから、レタスが全部洗い流していく、あの感じ。ほら、ゴミ袋なんか忘れてるでしょ。ね、もうそのレタス食い終わった後に、はっ、ゴミ袋がないっていう。なんでしょうね、この何繰り返しで、変な次の日あたりもとにかくゴミ袋を忘れたら、いや一生綺麗何年だからなんて言ってさ、こうやって言ってゴミ袋を買い、それこそゴミ袋をほぼ買いに出たついでに今日の分の雑誌を買ってこようっていうね、例えばっていうところに今小学館がすぐ買わねえから、じゃあもうスペリオールを買おう、何曜日かわかんねえけど、スペリオール買おうと思ってさ言ってんのに、なんだか大満足ゼリーみたいなの持ってんだよね。だ多分大満足しちゃったんだろうね、あいつのせいで。その小さな不満じゃないね、今日まだ出てる漫画を買ってないとか、45リットルのゴミ袋を持ってが家にないとか、そういう小さな不満ね、あの俺が成し遂げたかったことは何一つ成し遂げてないみたいな不満ね、その不満いっぱいあってコンビニ行ってんのに、入り口の大満足ゼリーを持った途端ですよ、大満足してるんですよ、これもう一切不足がないわけですよね、本当はですよ、もうまやかしなんですよ、あの大満足なんて、あの大満足だって、もう人類の何割はまだ飢えているってことを考えてみなさいよ、あの大満足ゼリーの与える大満足なんてのは嘘っぱちなんだ、嘘っぱちなんだけど、もうあの時点で大満足しちゃってんだよね。で帰って、あの大満足ゼリーってもうさ、表面張力ぐらいゼリー入ってるじゃん、もうすげえ量のみかんと、もうちょっとこんもりするぐらいのね、しかもゼリー緩めだからさ、変な開き方するとブチャって出ちゃうからさ、あれをそーっと開けてフル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 ってなってるやつをこぼさないようにチュルチュル、最初の方チュルチュルって吸うじゃんね、その後ですよ、ゴミ袋がない、もうなんなん、もう多分ゴミ袋に至る回路みたいのがもうバカになっちゃってるんだね、あれね、カパカパになっちゃってるんだね、あパッキンがずれちゃって、パッキンがもう緩くなっちゃってるから、あ一回パッキンっていうのは腐食する寸前まではすごい効くけど、それまでは俺がまさに、まあ、そういう状態で
俺のその脳みその記憶のパッキンね、記憶のパッキンがきちんとしてた頃っていうのは、まああんた細かいことよく覚えてるねっていう、もうあれあらゆるものを記憶してるねっていう時期あったんですけど、何年か前にあのパッキンの本当に端っこがちょっと腐食して、なんだろう、あの真ん中に通ってる、ホースがなんつうのちょっと動くようになったんだね。だからちょっと動くと終わりなんだね。なんかそのテコの原理的なやつでその、圧がかかるとか出てくるから、もうガッパガッパだから、なんだろう、たかだか45リットルのあれだよ、星雲の定吉みたいな、一気に45リットルのその何、ゴミ袋を買うってあんだけ決意して、なんで帰りにエビシューマイを持ってるのかが、もうエビシューマイも持ってんならわかんだよ、エビシューマイしか持ってないんだよ。10品のうち1品忘れるのはまだわかりますけどね、10品をその頭の中に思い浮かべていったのにも関わらず9品しか返ってこないとか、あと新しい買いたいもんができたから10品になっちゃうと、11品中10品にこれ買っちゃってるせいでこぼれてんならわかるんですよ。一品中一品を間違えちゃったりしてるんですよ。ついにはおとといは45リットルのゴミ袋を買いに行ってロイホに入ってコンビニ行かずに帰ってますなんでしょう、もうね、だから今日はあれなんですよ、僕が覚えておくべきことはもう一つだけなんですよね。今日あの眠い目をこすって生放送をお聞きいただいている皆さん大変申し訳ないんですけども、ファックスでですね、東京03-5562-9540、東京03-5562-9540で45リットルのゴミ袋って書いといてください。そしたらそれをね、それを見ながら帰れば俺間違いないからね。ただやめてくださいよ、これだけ言っておきますよ、違うものを書いてくるのだけは絶対やめてくださいよ、間違えちゃうんだから。さあラブ人間で砂男。最近のさコンビニスイーツブームの中でもさ、あの生クリームものが、まあ俺甘いもんそんなでもない、甘いもんが今までそんなでもなかったおかげで、まあなんとかかんとかその厄介な病気にもかかわらずここまで来れてるとは思うんですけども、もしくは気がつかず、え、誰か気づいてんの、誰か気づいてんだ、言ってくれる、もしかしてそれ誰か言われてんだったらね、来てるんだけど、まあその生クリーム系の最近のそのスイーツうまくてさ、なんかコンビニセブンイレブンにあるちょっとこうパイ側みたいので包んでるなんかロールケーキみたいなって、これはまあまあうまいんだけど、この一個俺の中で上行ってんのがローソンにあるもっちりとなんか餅っぽい、なんかもしかしたら餅粉、米粉を使ってるのかもしれないけど、餅っぽい外回りのなんか、ロールケーキ、ちっちゃいロールケーキみたいのがあるわけよ。で最初まあそのうちから一番近いセブンイレブンだから、まあセブンイレブンで買おうかと思ってセブンイレブン行くと、いやあのもっちりしたの食おうかなとローソン行ってんで家帰って、だからもっちりしてる分ちょっと重いから、全部で何キレぐらいあるんだろう、6キレぐらいあるうちの4キレぐらいでそこそこ一旦こう4キレぐらいまで夢中で食っちゃうから、うまいうまいと思って、で4キロが一回手止めたところでまた45リットルのゴミ袋を持ってないってなっちゃう。でももうちょっとこの45リットルのゴミ袋イップスみたいな、その脳科学の偉い先生なら知ってると思うんだけど、なんだろうね、なんかその人間ってさ、俺よくシノプシスだからなんかそのさ、要するに思い出したい事柄みたいなの同士をつないでるさ、電気のシナプス、その、電気みたいなのが通って、それが繋がると。その、思い出したいやつ、ね、大雑把言うと、思い出したいやつから、なんかアンテナみたいなの出てて、で、その次のやつにもアンテナが出てて、そのアンテナ同士の間を電気が通ると、あ、45リットルの、その、ドリ袋だみたいなのが、まあ、通るようになってるって言うじゃんか。お変だし、それは繋げて家から出てくるわけだ。間違いなく覚えるものにも繋げて出てるのに、なんか他のものがこう、繋がるとそれが切れると、なんか、プラレールにそういう部品あんじゃん。なんかこっち側に曲がると、こっち側に最初の電車が曲がると、もうこっち側は曲がりませんみたいなやつ。あんなの誰が勝手に来るんだろうか知んないんだけど、今本当にそのさ、40、
5リットルのやつ全然ダメになってんだよな。もうなんかそれだけが特殊なプログラムみたいな。その僕らが昔勉強した N ベーシックで言うとこの if A イコールその45リットルの場合は違うとこルーチンが飛ばされるみたいな。そういう感じすっげえなってんすよね。弱ったもんですわ。一応ファックス番号東京 03-5562-9540、 東京 03-5562-9540 です。あれですよ、こういうのも買ったらどうですかみたいな話はそれは嬉しいですよ。僕もそういう新製品とか知りたいですから、みんなの中で何がそれ流行ってるのかはね知りたいですから。ただ45リットルのゴミ袋は必ず書いてくださいよ。あのね、悪ふざけでもしですよ、あなたが45リットルのゴミ袋以外のものを書いちゃったとしても、僕ぼんやりしてるから読んじゃいますし、読んだら当然そのカードも送ってしまいます。しまいますけども、この番組は報道ですから、基本的に医療と報道の番組なんで、そういう悪ふざけをしていいのかどうなのか、ね。10秒考えて、いいっていう結論を出してから送ってください、それは。早速、ファックス、忘れちゃいけないこと。ラジオネーム、ラブライオンズ。45リットルのゴミ袋お忘れなく。これでいいんですよ。別に何ですか。別に僕お願いしたやつこれですから、これ以外のこと書いてるやつの方がおかしいでしょ。何そのガラスの向こうの、え、それ読むのみたいな。いや、これ読みますよ。これ何度か今回読んでいけば、俺忘れないで済みますし、もっと言えばこう、あの、ファックス、この夜中にさ、まあ、ファックスで募集するってのも興味どうなんて話ありますけども、あの、わざわざ紙に書いたりとかしてね、もしくはファックスソフトを立ち上げて送って、それでいいのって思ってる人いるかもしれませんけど、これがいいんですよ。言っときますけど。ね。それ以外のこの、ペンネーム、ジャンプ作品ではザ・桃太郎が良かったねさんの、男梅って書いてあるやつなんか、絶対男梅買っちゃうからね、俺ね。もう今ね、これなんなの？人間の脳みそってなんかわかんないのは、まあ、今日ぐらいのこの大騒ぎになれば、そりゃ45リットルのゴミ袋も覚えてると思いますけど、この男梅っていう方が強く覚えてるよね。何なんだろうね。この男梅なんて買わなくていいし、いつまで覚えてればいいかって言えば、今読んで笑って終わりでいいわけじゃん。面白いこと書いてくるね、君って言うんで終わっていいわけじゃん。でも俺コンビニ入る、入った瞬間にもう最初に頭に浮かぶのは、ゴミ袋より先に男梅だよね、絶対に。男梅だよなぁ。あのさ、男梅のさ、あの出てくるキャラクターのでかい男梅いいんじゃん。ね。あ、どっかにあるかと思って笑うよね。もうさ、CM は撮り終わってんだけど、この地球上のどっかには、あんじゃん、あの男梅のやつ。ね。あれがちょっと面白いんだよね。なんか俺がいつも、たまに映画とか出しては撮影所行ったりとか、CM の撮影所行くと、ああいうさ、美術倉庫みたいなんじゃん。ああいうとこってほんと面白い。チラッと何かあるわけなんか。テレ朝とか行った時に、テレ朝のなんか報道ステーションとかを、のものを置く、その大道具置き場、小道具置き場みたいなところに、チラッとだけ、あれ、小渕さんの人形だみたいなやつがあったりとかすると、なんかグッとくんだよね。すごいグッとくるんだよね。だ男梅も人知れずどっかにあるわけじゃないですか。そういう倉庫の横のとこに男梅あったらちょっといいなって思うんすよね。ラジオネームからしれんこん、忘れてはいけないもの。45口径のトカレフっていうね。手に入れちゃったらどうすんの本当に。これ手に入れちゃって弾いちゃった場合どうすんのね。最近特に僕、深作金字ブームが今更のように来てますんで、より手に入れたがりますんで、深作金字監督ブームがたまたま CS でやってた仁義なき戦いからこっちちょっと来てるわけですよ。で、仁義なき戦いの代理戦争とか頂上決戦とか完結編とか見た後に、どっちに進むか迷ったんです。この深金を、深キョンを、深キョンのどっちに進んだ方がいいんだってことになりましてですね。それで一つは、一からその何にもこうタイトルのついてない仁義なき戦いに戻ってもう一回見てみるっていうこと。あともう一つは、この後新仁義なき戦いみたいのに、行きますから、その新仁義なき戦いのシリーズを見てみるっていうのがあったんですけど、それでそのアマゾンで深作金次監督作品で弾いてみたら、なんつったっけな、ガンマ
ガンマ第3号宇宙大作戦っていう SF 映画をどうも撮ってると。で、深作欣二監督が後に宇宙からのメッセージと撮りまして、で、これがリアルタイムの頃は、まあ、大叩かれだったんですよ。俺、何歳ぐらいだったかな、もう、それこそスターウォーズブームの中に、なんか深作欣二が無理やりああいうスペースオペラみたいなの撮るらしいよって来て、おいで、大酷評されてて、でも、最近になって、宇宙からのメッセージ、それほど悪くなかったんじゃないのっていう、その、カルトはカルトだと。その、すごい、その、娯楽対策にはなってないけど、悪くなかったんじゃないの説ってのはあったなと思って。そんな中に、その宇宙からのメッセージ通り越して、ガンマ第3号宇宙大作戦かなんかが、その、リストの中に入ってる。で、見たら、仁義なき戦いよりちょっと前なわけ。で、いろんなそういうバイオレンスものは撮ってはいるんだけれども、まだその仁義なきの深作欣二として超有名にはなる前の感じだよね。ほいで、で、こっちはもう下心たっぷりじゃんか。ね。その、ある意味、仁義なきシリーズを行くっていう完全に置きに行く、ね、置きに行くやり方と、それとまぁ、ちょっとは飛んでますけど、宇宙からのメッセージを改めて見て、で、まぁ、その、宇宙からのメッセージってどんなのっていうのを、例えばラジオで話す人に話すみたいな。で、これだと、まあ、先人は結構いるわけですよ。この宇宙からのメッセージに関して、評してる人たちいっぱいいるので。じゃあもう完全に手柄立てていこうかと思って。その、もちろん知ってる人はいっぱい深作欣二マニアもいますしね。それからその、SF 映画を全部見てる人もいますから、先人はいるんだろうけど、少なくとも俺の中では、このいくつかの選択肢の中では、一番誰も知らなそうな、ガンマ第3号宇宙大作戦見たろうかと思って。で、アマゾンで買ったら次の日来るわけ。ね。で、これまたすごいのがさ、その、アマゾンのそのさ、に書いてあるあらすじみたいの見るだけで、もうちょっとすごいなと思うのは、まあ宇宙物だと。完全な SF で、キャストが全員アメリカ人。だから、最初に思うところの、文太が出てきて、拾うのが、まあ未来のことだから、HRN が、ね、その、太陽系の島荒らされたら、こっちも許せんけんねえっていう、その感じの向こう側からね、金子星人が向こうから来るのに対して、太陽系ででかい面されたら、おじきの顔が畳んけんねえっていう、ね、その感じだと思ってみたら、全員外国人ってすごくない？なんか、一応その頃はそういうキャッチフレーズをみんなつけるらしいから、正確にそれが、第1号かのことどうかは全然別の話なんだけど、一応それのキャッチフレーズにはなんか東映の SF 作品の日米合作第1号だと書いてあって、でしかもその普通は日米合作っていう場合って、まあ、監督深作欣二でもいいけど誰かしら日本人が入ってるじゃん。日本人が半分とアメリカ人が半分ぐらいで、でどうやらアメリカ人の方は知らねえぞお前っていう、後にちっとも有名になってねえぞっていうやつのケースがまあ多いじゃないね。ほぼ一人残らずアメリカ人の、全フルアメリカ人キャストで、しかも、おそらく、一人残らず無名なやつなんだけど、もうそれ見ちゃったらさ、もうワクワクしちゃってさ、もう来る前から、こんなの、まず映画として面白いに決まってるし、映画として面白くなかったとしても、それぶっ飛んでるに決まる、もう横島な心、これね、ラジオでこういう喋ってる人間の、中の、なんつうんですかね。ダメな感じね。お気に入ってんだよ。これ完全に俺の中で言うと、これを見たら面白いことが起こるに決まってるよみたいなやつがちょっと、で、要するに、素直にこれが見たいとかをちょっと通り越して、変なとこのスイッチが入ってるわけ。これはもう、どっちに転んでも得をするっていう感じで、その、DVD をこの感覚分かってもらえるか、ラジオ長く聞いてる人だと、ラジオ通になってると、DJ は時たまそういう行動をするわけ。カビラはしないと思う。カビラはしないと思うけれども、時たまそういう行動に行くのよ。なんか、これは、100歩譲ってつまんなかったら話題だし、面白かったらこんな面白いのあったんだぜ、みたいな、どうやってもいける、みたいな、その、
映画に限らず、ここに行ってこういうことすればみたいのに、まあ、スケベ心が垣間見れることがあるわけですけども、スケボ心そのものなんですよ。で、その DVD を見始めたんですけど、これがね、普通なんだよね。びっくりするぐらい。つまらなくもない。面白くもない。深作金次らしくもない。なんか俺の中では、なんかその宇宙船の中でカメラが倒れたところにこう、向こうの得体しない宇宙人が走ってくる足元だけ映ってるみたいなやつとか、途中に、後に何十何年後、この宇宙人がこうなってみたいなとか、ああいうさ、止めてる写真をたくさん使ったりとか、そういう深金節みたいなすげえあるかなとか、もっと言えば、俺の生まれた頃の、俺は一切昭和40年から42年ぐらいの、43年かなんかの作品だから、特撮としてのチャチさみたいのも、まあ、いけるかなと思ったんだけど、それも、今驚くほどじゃないけど、その当時としたら大合格点ぐらいの特撮なわけ。ね。まあ、確かに、合成とかにあらはあるんだけど、別にそれが、ストーリーを邪魔することもなく、長すぎず。まあ、77分だから短いっちゃ短いんだけど、よくある話。なんかその、地球に接近してる、大きな隕石があるから、それを爆破しに行って、爆破はうまくいったんだけど、そこで宇宙服についてた細菌が、実は大繁殖するやつで、宇宙ステーションが大パニックになって、ね、聞くだけものすごいよくあるでしょ？それがよくある感じで終わってくのね。それといったバイオレンスもなく。かといって、つまんないっていうほどじゃない。あの当時の、77分ぐらいのちょっとした SF ってこんな感じだったよねっていうやつ。だからそれ終わった後に残ったのは、なんか自分の横島な、その何か面白いトークを作るために仕向けたっていう感じだけが、ほらもう俺45リットルのなんかとかもう、ほらこれトカレフ、やべトカレフ買うの忘れるとこだったよおい。トカレフ買って帰んだよ今日俺45口径のトカレフを。さて、ファックスでもらってます。今日俺が覚えておかなければいけないことですけども、ペンネーム、シダ、現在過去未来、45歳の富永美奈っていうね。富永美奈さんでもうそれぐらいだよね、多分ね、年ね。いや、俺が結構、子供の頃に見たアニメのエンディングにも、富永美奈って入ってたから、お会いした時に、同い年だったか、ほんの1、2個上だった。まあ、要するに俺が今43で45ぐらいの関係性でお会いしたときに、あー、現在公表してる年齢が、いわゆる声優さんにありがちなやつかと思ったんだけど、ほんとで、なんか小学校もう5、6年ぐらいの時から、その声優デビューをしてて、声優の仕事をしてるから、で、また、富永ミーナっていう名前自体がちょっと目立つじゃんか、なんか。だから、その、富永ミーナと仮面ライダーの、エンディングのテロップロールに入ってるアンダンテっていう言葉が、なんだろう、ひらがなでアンダンテっていう書いてて、なんだろうと思ってたんだけど、どうやらすごいちっちゃい頃からやってるらしくて、あ、よくある声優さんのやつじゃねえんだと思って。そういうやつではないやつなんだ、みたいな。扉がみんなを買って帰ればいいのね。で、あとペンネーム、笠井明宏から来ました。落合獲得のために選手を4人用意するのを忘れないでくださいって。あー、どうしようかなー。牛島ね。牛島、上川ね。平沼。で、あと一人が全然出てこねえんだよ。牛島、上川、平沼。うわ、もう一人多分左ピッチャーだったかな。うわ、忘れちゃってる。うわ、忘れてし、シナプスが、シナプスが。桑田じゃねえかな。俺忘れてないよ。全然忘れてないよ。本当は、ジャイアンツが出してた選手の方が条件が良かった説はすげえあるんだけど、まあ、結果こうなったらしいですよ。結果、その、4対1トレードで、そう、牛島、上川、平沼までは行くんですよ。ね、上川選手はま、そこそこの内野手だったし、まあ、牛島選手は、その後もずっと活躍するし、平沼選手は清原にバットぶん投げられたのですげえ有名なんだけど、多分桑田で合ってると思う、思い出してよかった。ほら、完全にゴミ袋忘れてるじゃねえかよ、これ。
これなんて危険なのは、その、大満足ゼリーの時もそうだし、他のものもそうなんだけど、行った時に、そう、これこれと思うわけ、行くと。なんかその、前に、お願いランキングゴールドで見たチャーハン、これじゃんみたいなこと思うわけ。そうすると、何か忘れてたものを思い出すみたいな作業をやっちゃってるわけよ。それで、この問題はクリアした感が出ちゃうから、今みたいなやつが一番ダメな。これを俺が万が一ですよ、万が一、コンビニの入り口でこの難題を一回こう、あれ思い出せない思い出せないってなって、桑田だ桑田だって思うじゃん。思った瞬間に何も買わないで出る可能性がすごいあるんですよ。何も買わないか、これは思い出したから大丈夫って言うんで、それ45リットル、いつも忘れそうになるやつって言うんで、これがクリアされちゃって、結局なんか全然、あの、すごい関係ないやつ。ハローハリネズミの分厚いやつみたいな。なんか別にいつも見たいわけじゃないけど、たまにいいかなみたいなの買っちゃったりとかする、あの感じになるんだよね。